8月3日金曜日、北西町や藤原町の皆さんが今年で59回目となる関ヶ原戦績東波隊一行を歓迎しました。鹿児島県日置市を出発し、岐阜県から養老山地を越えてきた関ヶ原戦績東波隊。関ヶ原の戦いにおいて、西軍の島津義弘軍が東軍の徳川家康本陣を的中突破し、薩摩まで退却したルートを小中学生が実際に歩き、先祖の生き方や歴史を学ぶというものです。昼食場所となった法輪寺を出発した一行は、猛暑の中、この日の目的地奥養老を目指して力強く歩みを進めていきました。いなべ市では去年、北西町の東海野、畑、川原、藤原町の金井地区の住民を中心に、いなべ市島津関ヶ原戦績東波隊お迎え隊実行委員会を結成し、山道の草刈りや道中に旗を立てるなどして準備を進めてきました。川原では毎年休憩場所を提供しているお宅もあります。長年一行を迎えている松葉正史さんは、先祖を大切にしようとする気持ちが素晴らしい、この経験を通して立派な大人に育ってほしいと言葉を送っていました。僕が頑張ってね、勉強ばっかりじゃなしにね、体で。このほか先代佐野幸男さんの頃から出迎えている佐野光平さんのお宅でもアイスや果物が振る舞われました。今回の隊長を務めた飯村宗志君は、いなべの皆さんの温かい応援がとても嬉しく大きな力になりました、必ず最後まで歩き切りたいですと感謝の言葉を口にしていました。いなべ市島津関ヶ原戦績東波隊お迎え隊実行委員会の小寺秀美さんは、長年にわたる先人たちの交流を大切にし、今後もいなべらしく温かく応援していきたいと話していました。